金大地教介は、日本の言語学者、民族学者、日本のアイネ語研究の本格的創始者として知られる。国学院大学教授を経て、東京帝国大学教授、国学院大学名誉教授、日本学士委員会員、日本言語学会会長、東京帝国大学より、文学博士。A 典は、十三味、訓位等、随法章、文化勲章。 森岡市名誉市民。家人、石川拓木の親友であったことでも有名。長男の春彦、孫の増宮や、秀穂も、言語学者。1882年5月5日、森岡の四谷町に、金田和久米之助、安夫妻の長男として誕生。姉一人、弟六人、妹三人の11人兄弟だった。金田家は、京介の祖,祖父。 伊兵か鼓が、米国省として一代で財をなし、大基金の際、蔵を開いて、町の人を、上から救い、南部藩の私分に取り立てられた名家であった。父の久米幸助は、農家の出身だったが、読み書きソロ版の他へもうまく、再帰髪であったところを買われて、安の婿養子になったが、商売下手で任された事業に、ことごとく失敗していた。しかし、 近代地家の当主で、叔父の勝貞の援助により、京介は生活苦を知らず育った。久米幸介は子供たちに寝かしつけるとき、原平清水記平家物語を語って聞かせた。やがて京介は近代地本家の文庫像に通い、三国志、四季表林、幸雨本義などを読み吹けるようになる。森岡中学時代は、自宅のランプから引火したぼやを消そうとして手をけが。 したのが原因で中指と薬指が曲がらなくなり、得意だった絵は諦め、ますます文学に熱中する。影響を受けたのは、島崎東村の若名集また石川拓木と短歌の回覧し、白洋を出している。第二高等学校を経て1904年9月、東京帝国大学文科大学に入学、上京。新村であう江田和都氏の講義に惹かれ、言語学科に進学。 一年先輩に、橋本新吉、小倉新平、伊波富有がいた。小倉は朝鮮語、伊波は琉球語を研究していたが、アイヌ語は日本人研究者がおらず、イギリス人宣教師のジョン・バチェラーによって、アイヌ語辞典が出版されていた。上田から、アイヌ語研究は日本の学者の使命だと言われ、東北出身の京介は、アイヌ語を研究テーマに選ぶ。 1906年初めて北海道に渡り、アイヌ語の採集を行う。旅費70円を出したのは、叔父の勝貞だった。この調査で京介は、研究に自信をつける。1907年サハリンのおちょぽっかで、カラフトアイヌ語の調査をする。アイヌの子供たちを通じて、カラフトアイヌ語を教わったエピソードはこの時のことであり、後に随筆、心の象形で有名になった。旅費は、 カツだから100円、上田から100円の計200円もの大金を使ったが、40日の滞在で文法や4000の語彙の採集に成功。その帰り、京介は生活の心配という迷いを断ち切り、アイヌ語の道を進むことを決意する。調査報告を上田に提出した10月、すでに大学の卒業式は終わっていた。1908年4月、海城中学校に国語教師として赴任。 その月末、下宿、赤信館に、石川拓木が転がり込んでくる。京介は拓木に金を貸した上、二人分の家賃三十円を払っていたが、八月、持ち合わせがなく、下宿の女将に支払いを待ってくれるよう頼んだが、断られる。腹を立てた京介は荷車二台分の蔵書を売り払い、三十円の金を作って家賃を払うと、九月初め、 卓木と別の下宿、外陛館に引っ越す。10月、言語学科出身の京介に教員資格がないことが判明、失職する。恩師の金沢章三郎の紹介で賛成堂に就職、また国学院大学の非常勤講師となる。卓木も、翌年3月東京朝日新聞社の構成係に採用され、上京してきた祭子と引っ越していった。 1909年27歳の京介は20歳の林静江と結婚。紹介したのは卓木で文学史で大学講師で国ではおじさんが森岡の銀行頭取と宣伝して演談を進めた。京介は結婚するなら国の女ではなく標準語の本郷あたりの娘をもらいたいと考えており、本郷出身の静江に心動かされた。 12月28日に結婚式を挙げ、箱根に新婚旅行、その後森岡の勝貞の家で披露宴を行ったが、東京育ちの静江は森岡になじめず、田舎嫌いになった。その上、拓木がたびたび金を無心に来るため、静江はやりくじに頭を悩ませたが、京介は頓着しなかった。九百十二年、拓牧が既得状態となり、京介は、 諸女出版作、新言語学の考量の半分10円を持って駆けつけたが、4月13日宅僕は死去。同年、9月26日、父の久米幸介が死去。久米幸介は、事業の失敗で借金がかさみ、本家の養子の近代畜尿に、借金の肩代わりをしてもらう代わりに家屋敷を取られ、一家は本家の長屋暮らしとなっていた。 東京の病院に入院した、久米幸助を見舞った京介は、俺はお前に飯粒一つ食わせてもらったことはなかったぞ、と言われ、父の死後は金にならない、アイヌ語の研究をやめようかと思ったが、父を犠牲にした研究を生半可にするかと逆に、気持ちを奮い立たせたという。9月3聖堂が倒産、京介はまたも失職する。10月、東京の上野公園で、宅食博覧会が開催。 京介は、来場者に、日本の少数民族の挨拶や日常を教える、アルバイトをしながら、参加していた、カラフトアイヌたちに聞き取り調査を行い、サハリンで採集したユーカラ、ハウキなどに役中をつけることができた。ここで出会った、日高のシウンコツ村の鍋沢コッコポアヌから、ユーカラの中でも長大な、イタドリマルの曲の存在とそれを語れる盲目の、ユーカラ名人のわかるパを教えられる。 京介が上田和都氏に相談すると、上田はポケットマネーで旅費を出してくれた。1913年7月、京介はワカルパを東京に呼び寄せる。約1ヶ月の滞在中に14編の2万行の四曲と10冊千ページに上る口実を出録したが、ワカルパの故郷でチフスが発生。村人から祈祷を頼まれた。ワカルパは8月末、帰郷。 わかるパは村人たち一人一人に祈祷を行った後、地スに倒れ、12月7日に亡くなった。京介が彼の死を知ったのは、年明けのことだった。一方、1912年には、白瀬信の,の南極探検に参加した、カラフトアイヌの山部康之助が帰国した際に、山部の口述する反省を筆記翻訳し、翌1913年に、アイヌ物語のタイトルで、 白文館から観光した。1918年北海道調査旅行中に、カンナリ松沢で、チリ雪絵と知り合う。ユーカラは、値打ちのあるものなのかと問う雪絵に京介は貴重な文学だと熱っぽく説いた。アイヌ語と日本語に堪能な雪絵を、女学校卒業後に、東京に呼ぶことを考え、ノートを送って、ユーカラのローマ字出力を進めた。雪絵は、 死病の心臓病が思わしくなかったが、1922年5月に、上京、京介宅に帰居する。幸恵のノートをもとに、アイヌ神洋集出版の話が進んでいた。京介は、今までわからなかった、アイヌ語の文法を幸恵に解説してもらい、頭脳の良さ、語学の天才、天使のような女性と絶賛した。この頃、京介の妻の静江は、生活苦や、相次ぐ、 子供の死から精神を病んでおり、四女の若葉を幸恵が世話することもあった。静江の姉が引き取って離婚させる話も出ていたが、京介は、とんでもない。私がもらったんだからと、一周、妻に対する心配りはなかった。幸恵は、愛ぬ信用集を書き上げ、9月18日、19歳、3ヶ月の短い生涯を閉じた。年別の夕から名人、 黒川津なれを訪ねる。亡くなった、わかるパは、いたどり丸の曲は途中までしか知らないので、黒川津なれを訪ねると良いと言い残していた。しかし津なれは、既得状態で床についており、家族から面会を断られる。京介は何度も頼み込み、見舞いだけならと通される。津なれと対面した京介は、アイヌ語で津なれを称える挨拶をすると、津なれは、天井から吊るした帯に捕まって、 体を起こし、いたどり丸の曲を語り始めた。行きつ戻りつしながら、言うからを語るつなれのもとに、村人が集まり、そんなものをつなれの言うからとして、世に残しては、恥ずかしいと京介の筆を止めようとしたが、つなれは手を振って書き残してくれと言った。つなれによって、わかるパの、いたどり丸の曲は、途中ではなく完結していたことが判明したが、 京介の強引な手法は後に厳しく批判された。1931年、近代地筆聖の大著、言からの研究、アイヌ女児子アイツーが刊行。京介の晩年の随筆、私の歩いてきた道には、岡書院の岡茂雄に再三頼まれ、昭和5年執筆、6年出版、7年恩師賞を受賞したと回想している。しかし、 丘が晩年に記した、回顧録、本屋風情書集の、アイヌジョ児死ゆからの研究生誕実録では異なる、事情が書かれている。最初、京介はこれまでのゆうから研究を、大文の博士論文として、帝国大学へ提出したが、審査の適任者を書くまま大学附属図書館に置かれているうち、関東大震災で消失する。これを惜しんだ、柳田国男は、懇意にしていた、 岡茂雄に助力を依頼。岡は震災後バラックに住んでいた京介を訪ねる。岡の励ましと協力により、近代地が法文で新たに書き直した。岡の圧戦により、渋沢慶三からは、毎月50円、出版の際は、東洋文庫からも研究費が近代地に届けられたりも、した。こうして2巻合わせて1458ページの大腸が出来上がった。 岡は前述の本屋風情の中で、京介が柳田や渋沢の配慮に触れず、あっさり書いたように流していることを、心底から残念に思っていると書いている。1930年、雪江の弟、千里真志穂が京介を頼って上京、一校に入学。その後、東大言語学科を卒業、久保寺一彦に次いで京介の愛の語研究二番目の弟子となるが、 やがて京介による日本人のアイヌ語研究を厳しく批判するようになる。京介もチリの著書アイヌ語自転植物編が朝日賞の候補になった時、冒頭で北海道大学の植物学者を槍玉に挙げていることを理由に推薦を断っている。チリは先生は俺を嫉妬していると周囲に漏らしたという。しかし続編の人間編では推薦文を書いている。 マシホは1961年52歳で死去。79歳の京介は空路、北海道まで駆けつけたが、マシホの死んだら、知らせて欲しい人のメモの中に京介の名はなかった。選挙区が悪化する中、京介は日本の勝利を信じて疑わなかった。東京が空襲を受けるようになり、結婚して家を離れた長男の春彦は疎開を進め、 奥多摩の服部ト郎の用意した部屋に静江と若葉、蔵書を預けた。幸い、京介宅は空襲で焼けず、終戦後3人の生活が戻ったが1949年12月24日、若葉は多摩川上水で自殺。若葉は前年結婚していたが、体が弱く生きていく自信がなくなったと遺書を残して、受水した。戦後、三省堂は、 新しい教科書指定に合わせて、国語の教科書を作るにあたり、京介、春彦親子に執筆を依頼した。三世堂、中東国語、近代地京介編いわゆる、中金は発刊後から十数年にわたって、採択数トップとなり、国語教科書の代表となった。また、明海国語辞典もベストセラーとなる。晩年の京介は、 かんなりツ田出録したユかカラのノートの和訳仲介の仕事に専念していた。これらは1959年からアイヌジョジシユーカラ州として観光された。1969年春彦が購入した本郷のマンションに移り住む。1971年8月頃から床に着くことが増え、11月7日朝陽体が悪化。14日午後8時30分、漏水による 動脈硬化と気管支配炎のため営民。15日吉富寺で通夜。16日密葬。23日青山葬儀場で賛成堂の社葬として、告別式が行われた。葬儀委員長は、亀井金目社長、長次は、文部大臣、高見三郎、日本学士委員長、南原茂などが、個人の功績を称え、大学、マスコミから、俳優、 政治家まで超過を寄せるなど、学者の葬儀としては盛大なものだった。生涯にわたり貧しい生活に耐えながら、金大地は石川拓木を支援し、また、アイヌ語の研究に一生を捧げた。しかし、第二次世界大戦後は、アイヌの同化政策に協力したとして、批判を受けた。最近になり再評価が進み、孫にあたる金大地秀穂は、京介がいなければ、 アイヌ語は残らなかったかもしれないと語っている。当時はアイヌ民族は和人よりも劣った民族であると教え込まれていたが、近代地はアイヌは偉大な民族だ、あなた方の文化は決して劣ったものなどではないと真摯に接した。一方で次のようにも書いている。しかしまた、それは、それとして同学の人たちがみんな、 立派な西洋文学へ入っていったり、西洋の哲学とか、日本の哲学とか、そういう高い思想をたどって、自分自身を作り上げているとき、自分一人、野蛮人のそんなものをやっていたら、みんなから取り残されてしまうのではないか。考えてみると、随分それも寂しい気がしました。近代地京介私の歩いてきた道、自分が一人、未開人の世界へ後戻りをして、もうまいな。 低級文化の中に、いつまでも、いつまでも、さまよって暮らすのかと、寂しさが込み上げるまた、アイヌは、アイヌ語を捨てて、帝国日本の言語である国語へと同化すべきとも、考えており、決してアイヌへの偏見が皆無だったわけではないという、主張もある。増子ヶ谷霊園にある、近代地京介の墓親友、石川拓木と京介の子で、天示を、全うしたのは春彦のみである。 このほか、おじに、実業家の金田市勝貞がおり、同じく実業家の金田市邦尾は、勝貞の女性。大英映画で美人女優として活躍した金田市厚子は、国史の孫にあたる。本文中にリンクがあるものを除く。ありがとうございます。